レッドなんだからさ、またスタートできるね。落ち込んでるんじゃないよ。レッドフラッグになってきて、うん、今出します。怪我とか大丈夫？曲がってるか曲がってないか確認するんだ。戻ってる時にフレーム曲がってるか曲がってないか確認して、うん、ちゃんと報告しろ、うん、え、まっすぐ走った？走りました。え、ガタガタしてた？いや、してないです。うん、なんか落ちちゃった？こちらの必要ないじゃん。レッドだぜ。またあそこからスタートできるんだな。ない？ない？何ページになったら考える。じゃあね、落ち込んでっからさ、で、まあ、レッドになってまた1位からスタートできるんだからさ、新たにやるから、うん、なかったことで。そこから行けるでしょ。ローリングしながらね、うん、もう 3コーナーから落として、うん。さあ、今度は大きな事故なく行っていただきたいところではございますが、さあ、どのような形となるでしょうか。さあ、ブラックアウトレーススタート。さあ、最終ラップ最終コーナーはどうでしょうか。さあ、ここはセルフに、さあ、これはペナルティー、さあ、セクルス様に、さあ、ここはセットアップになりました。みんなに感謝だよ。みんなお前のこと応援してくれてるよ。これで A いける。決勝が残ってんだから決勝許るんじゃダメ。了解です。決勝 A でしょ。これ、うん、決勝。ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ない。さてさて、じゃあ続いてはですね、アキア製鉄クラスの A 決勝となります。みんな先立ってるから、はい、安全になって。ちょっとね、スケジュールがね、はい、後ろ見るの。はい、ウェービングすると冷静さが失われるから、ウェービングするの。ということから、まずは、ゼッケン22番、渡辺康平。そして2番ゲートから、ゼッケン11番の豊橋翼。3番ゲート、ゼッケン7番の菊間一輔。4番ゲートは、ゼッケン21番の松本彩生。5番ゲートから、ゼッケン3番の平野以降。6番ゲートから、ゼッケン46番の滝本恒之。以上がトップ6です。7番グリッドから10サコン、そして8番グリッドは橋本、9番グリッドに山本、そして10番グリッドに染谷、11番手に土上、12番手に肥後、13番手に新山、14番手続きは、ペナルティの方がちょっと最初ありまして、こっち14番手からのスタート、そして15番グリッドからは渡辺、そして16番グリッドから山口です。さあ、こちらとなります。さあ、それでは8月決クラス。さあ、8月決スタート2が入りました。さあ、グリーンフラッシュ。
さあ、もう鳥谷さん、まだ動きがありませんが、どうでしょうか。さあ、今日はレモンのマグロスケさんのコンディション、まあ、スタッフもほぼ真っ白ような状況ですよね、今日はね。この真っ白な作ったら当たってるかどうか、そういうのも分かるかなと思うんですけども、そうだね、ところは画面コンディションは読めないような状況です。さあ、見事優勝となりました。
けてみましょう。負けました。ありがとうございました。いや、ずっとついてくるから怖かった。負けました。お疲れ様です。早いね。逃げられないよ、あれは。チャンスあるかなと思ってます。ありがとうござい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 ます。ありがとう。カメラ。はい。宿場さんもやるから。うん。でも車両がなくなってる。はい。うん。よいしょ。途中の雨が薄かったかのようにね、これはもう乾いてくれますね。今日は次が本当に。待って待って。遠かったら。やった。頑張ったね。誰がやったの？え、2でいいじゃん。